はい、皆さんこんにちは、たくやでございます。いかがお過ごしでしょうか。今回のね動画なんですけれども、 DTM なねちょっとお話をやっていきたいなっていうふうに思います。でね、まあね、今までね結構ね DTM に関する動画っていうのは作ってきたんですけども、今回のテーマはですね、はい、ソフト音源でございます。でね、まあね、このソフト音源っていうと、今まで紹介したやつだとね、まあ例えばねドラム専用音源のアディクティブドラム2ですとか、あとはですね、まあベース専用音源のイージーベース、これをね、まあ、紹介したわけなんですけれども、今回紹介するのはですね、はい、マルチ音源でございます。でね、このマルチ音源っていうのは一体どういったものかって言いますと、一つのね、こうね、ソフトウェアの中に、まあ、たくさんのですね、まあ、いろんな種類のですね、音色が入っている、そういったものでございますね。でね、僕のね、個人的なあれなんですけれども、はい、あのね、マルチ音源っていうとですね、僕ね、結構ハード音源にこだわってたんですよ。で、ハード音源って一体どういったものかっていうと、まあ、こういったようなやつですね。こうね、外付けの機械の中に、まあ、たくさんの音色が入っているっていうですね、まあ、いわゆるですね、こう、音源モジュールっていうふうに言われているものなんですけども、まあそれをですね、ずっと愛用してきたんですが、結構ね、僕ね、いろんなね、音源が好きで、はい。でね、その中でね、いろいろリサーチしてたんですよ。そしたらね、本当にね、ガチですごいね、やばいやつがあったんですね。はい。まあね、ちょっと早速ね、ご紹介したいんですけども、こちらです。はい。コルグコレクション2でございますね。でね、このね、コルグっていうメーカーが出してるんですけども、あのね、コルグっていうメーカーはですね、もうローランドやヤマハに並ぶですね、もうシンセサイザーを作ってるですね、もうね、一流メーカーでございます。で、このね、コルグコレクション2なんですけれども、このね、コルグが作ってきた、はい、シンセサイザーのですね、こういわゆる往年の名機っていうふうにですね、こう言われてるやつを、こうソフトウェア化したものなんですよ。でね、これね、ちょっとガチでやばいんですよ、マジで。はい。でね、僕ね、なんでこれに行き着いたかって言いますと、僕ね、あのコルグが出してたあのね、トライトンラックっていうですね、その音源が欲しかったんですね。でね、いろいろリサーチしてたんですけども、結構ね、いい値段するんですよ、中古でも。はい。だからね、なんかね、いいやつないかな、ソフトで出たりしないかなとね、思ったら、ガチですごかったんですよ、これが。はい。でね、まあ、早速なんですけども、一体何がすごいのかっていうのをですね、早速ね、ちょっとご紹介したいんで、パソコンの方に移ってですね、ぜひその画面をですね、まあ、ご覧いただきたいと思います。はい。それではね、早速ですね、まあ、コルグコレクション2、こちらをね、ちょっと見ていきたいなっていうふうに思います。でね、今映ってる画面なんですけれども、これはですね、コルグソフトウェアパスっていうもので、はい、各音源をですね、まあ、インストールしたりですとか、まあ、あとライセンスの管理をしたりですね、そういったものでございます。で、今ね、ここに映ってるものなんですけれども、これはね、今ね、デモバージョンになってますので、はい、なのでね、はい、ずっとね、まあ、こうやって見ていくとですね、デモバージョンっていうふうにですね、まあ、書かれてるわけでございます。で、この中にはですね、ARP をオデッセイが入っていないんですけれども、これね、ARP オデッセイに関しては、はい、デモバージョンがないので、なので、ね、ここに出てない感じになりますね。これね、製品版を買うと、まあ、ちゃんと出てくるようでございます。はい。でね、上から見ていきますと、はい、トライトンがあったりですとか、あと M1 でございますね。で、あとね、ウェーブステーション、MS20、で、ポリ6、そしてモノポリ、で、エフェクターのですね、MDEX がね、まあ、入ってるわけでございます。もう、いわゆるですね、もう、こう、往年の名機と言われているものがですね、まあ、ここに入ってるわけでございますね。はい、それではですね、まあ、早速なんですけれども、はい、トライトンからですね、ちょっとね、画面をね、切り替えてね、見ていきたいなっていうふうに思います。はい、というわけでやってまいりました、トライトンでございますね。今ね、これね、デモバージョンのためですね、20分しか使えません。はい。20分だけかよ、みたいな感じなんですけども、でもね、これね、まあ、何回も起動し直すことによって、はい、ずっとね、使うことができるので、だからね、本当にね、いろいろ試してみるのには、本当にね、十分でございます。はい、というわけでね、まあ、早速ね、ちょっと使ってみたいと思うんですけれども、はい、トライトンを押します。はい。でね、これね、まあ、画面の構成をちょっと見ていただきますと分かる通りですね、まず一番上にはですね、はい、この今の音色が出ておりまして、でその下にはですね、音色のエディット画面が出ております。で、一番下にはですね、まあ、キーボードが出てるわけなんですけれども、これね、まずですね、はい、音色をですね、まあ、ねずっとねちょっと見ていきたいなっていうふうに思うんですが、まずね、このね右上にあります、はい、ブラウズボタンを押します。はい、そうするとですね、はい、今ね、こうね、音色がずらーっと出てるんですけども、これね、今ね、このね、トライトンの、まあ、ソフトウェア版の中に入っている音色が全部出ております。で、この中にはですね、まあね、ずーっとね、まあね、もう何百色っていうですね、音色が入ってるわけなんですけれども、これをですね、まあ今ね、このカテゴリーっていうところで、まあ例えばね、まあキーボードで、で、ちょっとね、音色はですね、まあ、暗めみたいなね、感じのものを選んでいくと、まあそれにね、合うものがですね、バーっと表示されます。はい。で、続いてなんですけれども、このね、左側にありますファクトリーですとか、あとは EXBPCM、あと GM、あとユーザーっていうふうにあるんですけども、ここをね、押していくことによって、まあね、各ですね、まあ、この内蔵されている音源のバンクですとか、あとはですね、拡張音源ですね。
そちらもね見ることができます。はい、というわけでね、まあねちょっと見ていきたいんですけども、で各バンクですね128音色入っております。なので、まあ、ファクトリーバンクだけでも A から D までの4つで、あとねこれねちょっと拡張のやつ見ていただきたいんですけども、本来ね、まあねこうね例えば普通のねキーボードのトライトンにしても、あとトライトンラックにしてもそうなんですけども、全部ね別売りだったエクスパンションボードが、はい、これにはねなんと全て入っております。はい、これねものすごい豪華なんですよ。だからねこれねソフトウェアだけだと、まあね、確かですね249ドルなんですけれども、もうね本当にそれ以上の価値があるものなんですね。で、まあね、ちょっとね各ね、まあ、このバンク、まあ、エクスパンションボードのバンクも見ていきたいんですけども、それぞれ128音色ずつ入っております。だからね本当にね非常に豪華なこうね、まあ、プリセットがですね、もうあらかじめ組み込まれてる感じですね。ではね、ちょっとね、まずね、音色をですね、まあね、これちょっとね、聞いていきたいなっていうふうに思うんですけれども、まずファクトリーバンクからね、ちょっと言ってみましょうかね。はい、一番最初に出てたのが、はい、このね、ノイジースタバーっていうやつでございますね。はい、ちょっと音鳴らしてみましょうか。はい、ちょっとね、まあ、ノイジーな感じのね、はい、まあ、キーボードの音色でございますね。はい、あとはアコースティックギターだとか、アコースティックピアノとかね、もういわゆる定番でね、入っているものっていうのは全部あります。はい、まあ、このね、BX3 ベロスイッチ、はい、これとかもね、多分ね、こうね、オルガン系の音色でしょうね。こんな感じでございますね。なかなかね、リアルだね。はい。でね、これなんですけれども、例えばね、まあ、ピッチベンドだとか、あとはモジュレーションとかもね、多分かけることができるはずです。じゃあちょっとやってみましょう。はい、モジュレーションを、ね、上げることによって、いわゆるですね、こうレズリースピーカーのですね、その回転数が上がるみたいなね、ちょっとそういった感じがしますね。他のやつでもね、多分ね同じようにですね、はい、モジュレーションもできれば、まあ、ピッチベンドもできるっていう感じですね。はい、ちゃんとね画面も動いておりますね。はい、じゃあねちょっといろいろね、まあ、見ていきたいんですけども、M1 オルガンとかもありますね。はい、もうねとにかくねこれ一個一個ね紹介してたらですね、とてもじゃないけどね、もうとんでもない時間がかかってしまうっていうぐらいですね、まあ、音色が入ってるわけでございます。なんかちょっとね変わったような音色欲しいですね。はい、ダイノタインエレクトリックピアノ、はい、ちょっと鳴らしてみましょうか。まあ、エレクトリックピアノのね、まあ、いい感じの音でございますね。でね、これね、音ね、しっかり鳴らすとね、すごいね、太いいい音が出るんですよ。うん、でもね、ちょっとこれ聞いた感じだと、やっぱね、若干ですね、音が硬いかなっていう感じもするんですよね。このあたりっていうのは、まあ、いわゆるハード音源とはやっぱちょっと違うところでね、まあ、フルデジタルでっていうことで、まあ、そのままですね、なんていうのかな、このオーディオインターフェースで、こうね、聞こえてくる音、それがね、まあ、もろに反映されてると思うんですよね。こういう音源もいいですね。はい。マリンバ。はい、こういった音もありますね。はい。まあね、とにかくね、もういろいろありすぎて、もうね、とてもじゃないけどね、これね、遊びまくってしまうっていうですね、そういった感じですね。ああ、パッド系の音ですね。なかなかねスーパーな感じでございますね。はい、スーパースイーパーっていう音色でございました。はい。これはねもうね結構遊べる感じですね。はい、オーコーラス。はい、
こういった感じですね。なかなかね、すごいね、音はね、いいんですよ。これはね、結構楽しい。はい。はい。というわけで、ちょっとね、エクスパンションボードの方もね、ちょっと見ていきたいんですけども、もうこれこそね、本当にね、もうピアノ専門だったりですとか、あとはね、まあ、いわゆるスタジオエッセンシャルっていうことで、まあね、よく使うもの、スタジオで。まあそういったものもね、入ってるわけでございますね。ここ、アーメーンとかってありますね。はい。アーメーンって言い方もあれなんですけども。あ、これは音太いね。アーメーンっていう感じでございましたね。はい。シンフォニーストリングスとかね、ストリングス系の音もね、結構大事でございますんでね。おお、すごい豪華だね。やっぱオクターブで鳴らした方がいいね。ちょっと1オクターブ下げて。すごいね、豪華ですね。もう本当にね、いい音。これはすごいゴージャスだと思いますね。ヒップホップとか。あ、これは効果音的な感じかな。あ、まあもうこうやってね、まあいろいろあるわけでございます。ダンスエクストリームとかね。なんだろうね、もうよくわかんないんですけど。はい、こんな感じですね。もうね、全部紹介してたら本当に時間がなくなってしまうっていう感じなんですけど、まあこのようにですね、はい、全部ね、はい、このね、一つのですね、ソフトウェアの中にこのトライトンの音色すべてが入ってるっていう感じですね。で、まあもちろんね、これね、選んだ後なんですけれども、例えばね、はい、このね、元の画面に戻ると、はい、そのね、音色そのもののパラメータをいじって、で、さらに音色を加工することもできるんですね。で、今ね、このイージーっていうのは、はい、いろんなね、設定の中で、ね、まあ一応ね、仕様になってるその設定設定項目を1画面に収めております。で、この横にはですね、まあ、オシレーターの部分ですとか、ピッチの部分ですとか、あとはフィルター、あとはですね、アンプ、はい、で LFO、ローフリケンシーオシレーターですね、はい、で、あとね、 FX とかね、はい、このようにですね、各項目をすべて細かくね、全部設定できるようになってますね。もうね、本当にね、これ、まあ、ソフトウェアだけでも、まあものすごい豪華だよね。音もすごくいいし、だからね、まあ結構ね、いろんなことに使える感じでございますね。はい、というわけで、まあ次のね、音源ちょっと行ってみたいと思います。じゃあ次はね、 M1 行ってみましょうか。はいはい、というわけでやってまいりました、コルグ M1 でございますね。これもね、本当にね、まあいわゆるね、こう往年の名機のうちの一つなんですけども、すっごい音がいいんですよ。はい、というわけでね、まあね、ちょっとね、まあ音色の方をね、ちょっとご覧いただきたいんですけど、まずね、このブラウザーでね、はい、ちょっと見てみましょう。はい、今はですね、こうね、デフォルトのですね、フィルムスコアっていうものになってるんですけども、これもね、先ほどのトライトンと同じように、はい、このね、まあ、いわゆるジャンルからですね、はい、ずっとね、選んでいくことができます。はい、でね、まあ、例えばキーボードで、ファットなやつで、何かね、欲しいものがあれば、この中から選ぶっていう感じですね。はい、これね、なかなかね、ファットなキーボードの音色ですね。はい、8ボイシーズスラッシュ08。はい、なかなかね、こうちょっと硬いんですけど、なんかね、すごくね、やっぱね、こうファットなね、感じの音色ですね。はい。まあこのようにですね、入ってるわけなんですけども、ここでですね、もう一つですね、はい、ご紹介していきたいのが、はい、ここにありますカードですね。はい、で、このね、カードもですね、すべてのオプションだったカードがこの中に入っております。だからね、カードの種類だけでもね、全部でね、21種類で、あとこれ KLC とかっていうのもありますね。僕ね、ちょっとね、 M1 そのものを、昔の M1 って使ったことないんで、ちょっと詳しく分かってないんですけども、でもね、オプションだったものがすべて入ってるっていうのがね、まあ、かなりすごいところですね。で、カードだけじゃなくて、この T1 カードっていうのもありますね。これフロッピーディスクなんで、だからね、多分ね、フロッピーディスクで多分別で提供されていた音色とかも、まあ、多分この
の中に入ってるんでしょうね。これすごい数ですよ、本当に。で、まあね、各ね、オプションだったものがね、このようにずらーっとね、これ出てるわけでございます。はい。で、ちょっとね、なんか見てみたいよね。音聞いてみたいよね。まだね、僕ね、全部試してないんですけど、これもね、一個一個試していくとね、本当にね、1ヶ月ぐらい時間かかります。はい。ナイトマム。はい、夜のお母さんでしょうかね。うん。なんかこう、優しい感じですね。はい。なんかね、音止まんなかったね。はい。ウォーターワーク。はい。水仕事。これ、ウォーターワーク。まあ、ちょっとそんな感じがするんですけど。はい。まあ、このようにですね、まあ、本当にね、まあ、いろんな音色が入っていて、SE マレット違うかな、これ合ってんのかな、はい、まあ、ちょっと適当な感じなんですけども、はい、まあ、いわゆる SE 付きの、いわゆるね、こうね、マリンバ系の音でございますね。はい、まあ、こういったね、ものがね、今いろいろ入ってるわけでございますね。ドラム、はい、ドラムセットとかもね、ライトキットとかね、はい、もうね、ちょっとライトな感じでしたね。はい。解説の仕様ないんだけど、みたいな感じなんですけども、まあ、このようにですね、まあ、たくさんのね、まあ、音色が入ってるんですが、はい、これもね、同様にですね、はい、このね、例えばね、まあ、パッチを選んだ後に、まあ、ここでね、はい、その音色のエディットができます。はい、で、まあ、画面構成はね、先ほどのトライトンと同じように、まあ、イージーがあって、で、オシレーター、VDF、VDA っていうことでね、まあ、いわゆるね、このあたりっていうのは、まあ、シンセサイザーの知識がね、やっぱ必要になってくるんですけども、でもね、まあ、これね、ソフトウェアなんで、いじったから壊れるってわけではないんで、はい。だからね、まあ、いろいろいじってみて、で、研究してみて、で、まあ、いろいろね、こうね、勉強できるっていうのはね、まあ、かなり面白いと思います。はい。ではね、ちょっとね、M1 っぽいなんかその、なんていうのかな、元々の音みたいなのね、やっぱね、ちょっと欲しいですよね。はい。ではね、ちょっとね、こう、フィルムスコア。はい。これね、ちょっとね、音出してみましょう。なんかちょっとオケっぽい感じがいいよね。ですね、やっぱね、音ゴージャスだね、本当にいい音。まあね、こんだけ音色があってもどこで使うんだっていう感じもするんですけれども、でもね、まあ一個一個ね、ちゃんといい音してますね。ビッグシティちょっと気になるやつがありますね。はい、間違えた。はい。キーボードプレイヤーじゃないんで、ちゃんとは弾けません。はい。まあ、こんな感じでしょうかね。まあ、ビッグシティでございましたね。はい。というような感じで、この M1 にもね、山のようにですね、まあ、音色が入ってるわけでございますね。これもね、本当にいい音がね、たくさん入ってますね。はい。では、次、行きましょう。はい。というわけでやってまいりました。コルグウェーブステーションでございます。まあ、これもね、なかなかね、こうね、名機の一つでございますね。はい。でね、先ほどとね、ちょっと違うのは、はい。ここのところなんですけども、画面構成が若干違います。で、これね、はい。まずね、ここで、まあ、音色をですね、まあ、ずっと選んでいくんですけれども、まあ、選んだ後に、まあ、このエディットっていうのがありますので、まあ、ここでね、まあ、パフォーマンスのエディットですとか、あとはパッチのエディットですね。はい。で、あとはエフェクトを選んだりっていうことがあります。で、やっぱりですね、このウェブステーションの一つの特徴になってる、はい、このね、レバーでございますね。はい。こういったね、設定もね、まあ、この中でね、できるわけでございますね。はい。ではね、ちょっとね、まあ、音色ね、ちょっとね、聞いてみたいなっていうふうに思います。まず、ブラウズにして、はい。ROM4。はい。まあ、とりあえずね、まあ、この辺から言ってみましょうかね。はい。トゥーフルート。フルート系の音色ですね。
まあ、2つのフルートの音がね、まあ、ちょうどね混じってるような感じで聞こえますね。はい、でね、音色そのものってね、やっぱりね、こう木管楽器系とか、あとね、まあ、いわゆるですね、まあ、金管楽器もそうなんですけれども、生の楽器をですね、やっぱシンセで再現するっていうのは、まあ、非常に難しいのがあるんですけれども、でもね、やっぱね、シンセならではの音っていうのがやっぱりあるんで、そのあたりっていうのはね、多分ね、使いようによると思うんですよね。はい、トロンボーンとトランペット、こういうのもありますね。もうちょっと高い方がいいな。まあ、管楽器系の音はですね、やっぱりね、どうしてもシンセでやるのはね、ちょっとやっぱ無理がありますね。はい。アルトサックス。はい。まあ、このあたりはね、やっぱね、生楽器だった方がいいですね。はい。やっぱりね、こう、シンセならではの音とかね、多分あると思うんですよね。ボイシーズ。ああ。この辺りの音っていうのもやっぱすごくいいですね。太い、うん、やっぱね、これすごいね、本当にね。まあこのような形でね、まあ、ウェブステーションにも山のようにですね、音色が入ってるわけでございます。でね、一応ね、最後になんですけれども、僕がね、今日ね、ちょっとね、ダウンロードしたやつがあって、まあそれもね、ちょっと見てみたいと思います。はい、というわけでやってまいりました、ポリシックスでございますね。まあ、いわゆるですね、まあこう、なんていうのかな、こう、アナログって言っていいんでしょうかね。僕もね、ちょっとね、このあたりのポリシックスとかってね、あんまりね、もう時代じゃないんで、はい。だからね、まあ、詳しくは知らないんですけども、でもね、まあ、こうやって見る限りだと、まあ、いわゆるですね、こう、アナログモデリングの、まあ、シンセサイザーみたいな感じでね、このソフトウェアにはなってると思います。だからね、まあ、ガチのね、アナログ音源とはやっぱちょっと違うとは思うんですけれども、でもね、もう、見た感じ、もろアナログだよね、これね。はい。こういうのもね、やっぱ楽しいですよね。で、まあ、やっぱりね、このね、音色のところをクリックしますと、まあ、このようにですね、まあ、たくさんの音色が入っていて、で、まあ、この中から自由に選ぶことができます。で、まあ、もちろんですね、まあ、ちょっと待って、はい、音をね、ちょっとね、やっぱ鳴らしてみたいですね。はい、クラシックコードとかってありますね。はい、シンセソフト。ああ。これちょっとサスティーンがちょっと長いですね。リリースとかも長いね。このあたりちょっとね、はい、ちょっと落としてみましょうか。あー、なんかアナログっぽい感じがしますね。はい。なんかさ、この辺りの音色って多分ね、まあキーボードでやるのもまあもちろんいいんですけども、これ EWE とかをまあ外でつないで、でそれでね、外からこれをコントロールするっていうのもちょっと面白いかもしれないですね。まあこういったね、使い方ももうもちろんできるわけですね。でこれね、もう本当にね、もう見たまんまなんですけども、もうね、この見た画面その中でまあ自分でね、そのね、ノブを調節してできるっていうのがまあ大きいところですね。はい、というわけでね、ポリシックスをね、まあ、ね、ちょっとね、見てみたんですけども、まずね、あとね、こういったね、まあ、いわゆるプラグインの音源、僕もね、今ね、ちょっと4つバーっと聞いてみて、やっぱりですね、こうね、音そのものがね、若干ね、やっぱね、こう、いわゆるハード音源に比べると、硬いなーっていう気がするんですね。で、このあたりっていうのは、まあ、もちろんですね、もうね、フルデジタルで、まあね、パソコン上でやってるんでしょうがないんですけれども、で、今ね、これ音聞いていただいてるのも、まあね、デジタルで出力して、デジタルで戻してっていうですね、まあ、いわゆるですね、USB で、まあね、こうループバックさせて、まあ、録音しております。なので、まあね、この音源そのものの音をまあ聞いていただいているような状態になるんですけども、これって、ね、まあ、多分ですね、まあ、こういうね、例えばオーディオインターフェースのちょっとね、まあ、画面があるんですけども、これでね、多分エフェクターでなんかね、こう入れていくことによって、まあ、例えばですね、まあ、ヴィンテージコンプかなんかで、まあ、定番どころで言えばね、まあ、ね、フェアチャイルドとか、まあ、それ系のですね、こうプラグインを挿すことで、まあ、だいぶ変わるんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、ちょっとですね、はい、このね、ポリシックスは一回お休みして、で、ちょっとね、はい、
どっちにしようか、トライトンにしよう。はい。ちょっとトライトンの方の画面にちょっと戻りたいと思います。はい、トライトンのね、画面に戻ってまいりました。というわけで、ちょっとね、音色をですね、まあ、ちょっとわかりやすいにちょっと選びたいなっていうふうに思うんですけれども、どうしようか。はい。まあ、ちょっとね、こう、なんかゴージャスなね、音の方が多分わかりやすいと思うんで、まあ、じゃあ、例えばですね、ちょっとブラス系の音で、はい、このね、ホーンアンサンブルっていうのがありますね。ちょっとね、これ音鳴らしてみましょう。はい。はい、まあこんな感じですね。ちょっとね、アウトプットの原因をちょっとこうわーっとちょっと上げてみましょうか。うん、はい、ちょっと調節します。はい、こんな、うん、はい、これでそのまま聞くとですね、まあ普通にね、まあ何も変わらないようにちょっと聞こえると思うんですけども、ここでですね、はい、エフェクターをですね、オンオフしてみましょう。はい。エフェクターなし。ちょ、もうちょっと差が分かるようにしてみようか。はい、こういう風にですね、まあ音もね、だいぶね、ちょっと変わりますね。で、まあね、いわゆるね、まあこれね、フェアチャイルド系の、まあプラグインなんですけれども、まあ温かみがですね、まあね、若干出るような感じがしますね。でしょ？で、次ね、もう一回ね、エフェクターを切ります。まあね、コンプかけてるんで音はね若干やっぱ太くなるんですけれども、まあこういう風にですね、まあ例えばね、まあプラグインそのものの音だけだとやっぱりね、ちょっとね硬いかなとか、やっぱちょっと音が薄いかなと思った時に、まあこういったプラグインを足すことによって、まあね、音色っていうのはですね、さらに作り込みができますので、だからね、まあこういったものをうまく使うと本当にね、こうなんていうのかな、こうハード音源に近いような、まあそういったね音を再現することも多分ねできるはずなんですよね。じゃあね、ちょっとね、なんかね、シンセ系でね、なんかね、ちょっとやってみたいなっていうふうに思います。はい、スローシンセとかね、まあそういう系でなんかあるかな。スムージーパッド。これだとちょっと分かりにくいかもしれない。クロススイーパー。ゴーストリーストリングスとかってまああるんですけどね。はい、じゃあね、このね、ザ・パッドってやつでちょっとやってみましょうか。はい、まず最初にエフェクターを切っておきますと。はい。こんな感じですね。じゃあこれでエフェクターオンにしてみましょう。こんな感じでございましょうかね。やっぱりね、こうちょっとね、こう音がね、やっぱね太くなるし、でなおかつちょっと温かみも出るしっていうですね、そういった感じがね、私のね、今ねヘッドホンで聞いてると、まあそういった感じがします。はい、なので、こういわゆるですね、こうハード音源にこだわりがある人でも、まあ例えばですね、まあこういったプラグインで、なおかつまあこういったね、まあエフェクターのまあプラグインをさらに追加することによって、まあね、だいぶですね、こう音作りにも幅が広がるんじゃないかなっていうには思いますね。このあたりっていうのはもう本当にね、もう自由自在っていうね、そういった感じがしますね。はい。はい、いかがでしたでしょうか。コルクコレクション2、ご紹介いたしました。これね、値段がですね、はい、アメリカで買うとですね、399ドルなんですよ。はい。ちょっと欲しかったね、トライトンラックを中古で買おうと思うと、だいたいやっぱ400ドルぐらいしてたんで、だからね、これね、
音もすごいいいんで、だからね、僕ね、ちょっとね、もうちょっとね、デモでいろんなことを試してみて、それで、ちょっとね、買っちゃおうかなというふうに思ってるわけでございますね。はい。ねえ、これね、本当にね、まあ、いろんな音色が入ってる上に、今までね、そのね、いわゆるハード音源の時の、そのオプションカードになってた、そのオプションの音色まで全部入ってるっていうのがですね、本当にすごいんですよ。で、まあ、いわゆるね、こう往年の名機のですね、音色をですね、まあ、そのまま再現したっていうですね、本当にね、こう素晴らしい音源で、でなおかつ399ドルでこれだけ全部入ってるっていうのはね、ガチでやばいです。はい。なのでね、まあね、こう皆さんもですね、まあね、いろんなね、こうね、プラグインだとか、まあ、いろんなね、音色欲しいなっていうね、こう思ってる方、はい、ぜひね、このコルグコレクション、僕ね、個人的にですね、めっちゃおすすめなんで、まあ、ぜひね、使ってみていただければと思います。はい、というわけでね、まあ、今回の動画参考になったらぜひ高評価、またね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。